こんにちは、豊さん。はい。大変です。何が大変なんだ。まあいつも大変だよ。そうです。毎年大変ですけど、今年も大変です。今年 FA を取得する選手。これはもうよだれの出る選手がたくさんいるね。そうなんです。まあ去年は近藤選手だったりとか、森選手だったりとか、まあいろいろ選手いましたよね。お金動いたなあ、去年は。いや、そうです。そんなことをしてるから、今年はさらに大変だから。そうです。これもっと欲しい選手がいるかもわかんないし。で、またね、どこかのね、球団がやっぱりお金を出すだろう、出してマネーゲームになっていくかもしれないですし、まあ中でもこう大物選手とか大物小物とあれですけど、お、なんか差別したの。違います。中でもこう争奪戦になるんじゃないかと、予想されてる選手、予想されてる選手をちょっと何名かピックアップしていきたいと思います。まずどうしてんの？今ちょっと何言ってるか分かんない箇所があったけど大丈夫です。大丈夫。争奪戦になりそうな選手、まず1人目、DeNA の今永。欲しいまず、まあ、DeNA は全力で引き止めると思います。もちろん他何球団ぐらいいきそうですかね。今永は九州の子なんだよね。へえ、ソフトバンク。いや、俺は今永は残ると思うよ。この子は DeNA で優勝したいと思ってるはずだよ。まあ今年優勝するかもわからないけどもね、でも優勝したら達成感があって出ちゃうっていうこともあるけど、俺は今永は DeNA ここで優勝したいって、俺がエースで優勝させるっていうふうに多分思ってる選手だよ。賢い子だし、そんなに簡単に見破らない。しかもハマスタとやっぱり相性がいい。まあいいかもわかんないけど、ハマスタでピッチャーをやってるって大変だから、もうちょっと広くしてようと思ってるはずなんだよね。まあ多分この子は愛情深い子だし、多分 DeNA から離れない。俺は今から予想してる。昨シーズンの近藤選手みたいですね。そうだね。思いっきり出たな。出ました。まあ予想当たんないから。いや、そんな予想しないでくれって大きなお世話だから。そうですね。ただ他球団もやっぱり欲しい選手の一人なので、まあ絶対欲しいよ。ですよね。どこでも欲しいから。じゃあどこかしらは絶対何球団か行きますよね。まあ接触はしてくるですね。そうですよね。で続いて同じく DeNA 石田投手。この選手も使える。ただこの選手は俺出ていくような気がするんだよ。これなぜかというと、今永とか浜口とか、まあ東もいるし、左ばっかりなんだよ。だからそこでの競争に今のところ勝てない。まあ。今年わかんないよ、わかんないけど、俺にもっと力を評価してくれるところに行って勝負したいっていう、よし、今永と勝負してやろうじゃないかって思うかもわかんない。だから可能性としてはなくはない、出ていく可能性があるってことですね。そうとなると、やっぱり貴重なピッチャーなので、左だからな、貴重だよ、先発も使えるし、中継ぎでも使えるという。ジャイアンツなんかね、そうだな、まあ、可能性はなくはないけども、まあ他の球団探すかもわかんない。丁寧な子だからね、ピッチングが。ただ DeNA に残るかどうかってなると、他のメンバー見るとやっぱさ、同じ方の選手がいて、こっちの方が優遇されてるとかさ、まあ優遇もしてもらってると思うんだけど、こいつの方がやっぱこう重宝されてるってなると面白くないよね。まあ、よし、そこ行って同じポジションで勝負してやるじゃないかって思うのが、まあ勝負師かなっていうふうに思うしね。そうですよね。だから可能性としてはなくはないね、出ていく。わかりました。さあ続いて日本ハムの加藤投手、開幕投手だよ、1シーズン投げて10個しかフォアボール出さなかった、もう本当に計算が立つピッチャーなんだよ。さあどうするか、開幕投手までやらせてもらってな、まあ今年の成績以下だとは思うけど、出ていくような気がするな。なんか日本ハムでそんな感じなんですかね。いやいや、やっぱどのぐらいの引き止めの金額を出してくるかわからないけども、まあいろいろ使われてたよ、ショートイニングだとかなんとかって、自分の実力よりも、ちょっと年俸が俺は安いような気がするんだよね、こんないい選手でこんな貴重な選手なのにって、だそれを自分本人で考えて感じてるんであれば、やっぱり評価されるところに出ていくと思うよ、彼は。そうですよね。さらにその評価する他球団っていうのはたくさんあるだろうし、ある、フォアボール出さないんだから、いや貴重ですよ、楽だよ。いやそうですよね。ただ加藤投手をもう早々と開幕投手にしますと裏にはやっぱり残ってねっていう気持ち。そこの計算はまだないと思う。そこはファンサービス。あ、そうか、そこは違うんです。じゃ続いてヤクルトの田口投手。この選手もいい選手やな、気持ちがあってな。でどの場面でも行くじゃないですか。まあ行かざるを得ないんだけどね、行けって言えば、はい、やっぱ重宝できるよね、うん、で左でやっぱ厳しいところで投げれる、右にも投げれるピッチャーだからさ、欲しいところはたくさんあるな。ただどうなんでしょう、本人としてはやっぱヤクルトのああいうこう自由で明るいムードがいい。まあ彼はどこ行ったって自由でやるよ、うんまあ そんなタイプだよ。巨人はなかなか遠慮してできなかったけどもね、はい、うん、ピッチャーの中ではムードメーカーではあるし、はい、そんなにA ランクでもないし、だからそういう意味ではすごく重宝されるかもな。手を挙げるチームはあるかもな。そうですよね、うん、どこでも任せられますもんね。あとどうですか、山崎幸也投手もオリックスの、うん、まあ面白いピッチャーではあるけどね、うん、ただ大きく勝てるピッチャーではないという、うんうん、まあ今年10勝でもすればさ、はい、ものすごい高値がつくだろうけど、うん、まあどこまでいけるかだよね。あとはその打席でバッティングがいいのでセ・リーグの方に行くとか、そういうのなんですか。確かにいいけどね、はい、そこの査定はないと思うよ。そこの査定はない、うん、そこはないと思う。そうか。続いてキャッチャーです、はい、まあ去年はやっぱ森捕手だったり伏見捕手だったり嶺井選手いましたが、今年はオリックス若月捕手、はいはいはい、森が来て、はい、どのぐらいマスクをかぶれるかだよね。じゃあそれ次第になってきますか。多分やっぱり出たいと思うんだよ彼は。で年々成長してるし、はい、バッティングなんか最初当たらないのが結構な勝負強さを持ちながらね、はい、成長してるし、だからここでやっぱキャリアを失うっていうのは嫌だと思うしね、はい、でキャッチャーって本当に重宝されるポジションだから、はい、森が出ていやもう全然出れなくなりましたっていうんであれば、それは出ていく可能性はある。そうですよね、うん、ただ山本が出ないでねって言うと、はい、こう分かんないかも。ただ山本投手もね、海外メジャー志向なので、まあまあそうだな、はい、いなくなっちゃったから、はい、いなくなっていや出ますっても遅いから、ね、遅いですもんね、うん、これはね様子見なきゃ分かんないね、今年の今シーズンの使われ方。まあ残ってもいいとは思ってると思うけど、うん、はい、ただやっぱ使われ方使い方、うん、まあそういうことも含めてね、はい、まあ森の存在というのがやっぱり一番手に来てるわけだから今、はい、オリックスの中ではね、うん、そこら辺をどう考えるかだよね、うん、そうですね、はい、内野手、はい、西武の山川選手、山川なんか漏れてもう思いっきり全国に漏れちゃったよね。浅村選手との会話がソフトバンク行くのかって全部漏れちゃってるよね、はい、これはどう考えればいいでしょう。分かんないよ、これは分からない。でも、うん、あの時にはそういう気持ちがあったかもわからないけども、例えば同じ同僚だった森がオリックスに行く、はい、で西武で育った、そういうことを考えたりだとか、松井稼頭央新監督になってのその山川との相性だったりだとか、まあいろいろあるだろうね、はい、まあ山川が動くことは相当お金も動くだろうからな。いやそうだと思いますよ。だからまあ今年の成績以下によってはね、はい、漏れたことが本当であればつまんないよね。まあそうですね、うん、あそうなのか、あれなんか答えがもう見えててオチが分かっててなんか話を聞かされてるみたいな、うん、そんなことになるし、はい、だから面白くないよね。規定路線で決まってたのかなみたいに思っちゃいます。まあでも自由だからな、うん、FA って、まあそうですね、行きたいところに行けるし、手を挙げてくれたら行けるんだから、うん、ただ西武は本当みんな行っちゃいますね。そうなって西武はな、だから伝統的に言えばもう出るだろうな。まあそうですよね、伝統だから。そうなんですよ。しょうがない、22人ぐらい出ていってるんだろ、はい、西武が一番多いんですよね。そうだろ、はい、だからそれはもうね、うん、規定路線といえば規定路線、そうですよね。あとはですね、契約切れ、はい、いわゆる最終年ですね、契約の最終年となる選手、はいはい、巨人は菅野選手、坂本選手、丸選手、この3名です。菅野、坂本は全く動かないと思うよ、うん、まあ、もうここはそうでしょうね。いやそれは動けないよ、うん、特に菅野投手は動けない、はい、で坂本も動かないよ、はい、ただ丸がわからないよね。いやカーブに戻る可能性もあるよね。ほう、やっぱカーブってさ、やっぱ家族的なところがあるよね、はい、だから新井も戻ったじゃない。戻りましたね、はい、うん、ただまだまだ丸はできる選手だから、うん、巨人が引き止めよると思うんだよね。もちろんそうでしょうね、うん、はい、だから引き止めには応じると思うけどね、はい、丸はね、うんうん、岡本ともいい関係でいるしね、はい、だからそういう意味ではまあ動かないかなとは思うけど、ワンチャン動くとしたら、まあ、広島が声をかけた時に、はい、心は揺らぐかなっていうふうに思うけどね。で、まあ、センターが、ね、そのままに戻るってことになるんですかね。あと中日は大野投手最終年です契約。まあ使われ方っていうのはそんなに文句はないと思うんだよね。やっぱりエースとして扱ってくれてるわけだし、ピッチャーの頭の中でバンテリンを味方につけて投げてるのと、でも他で投げる不安とどうなのかなっていうね、これ成績に直結することだからさ。そうですね、ただやっぱり打てない、援護点がないって思うと、まあ、出ていくかもわからないし、ただやっぱり中日で彼も言ったように優勝したいんだっていうね、まあ、そういう気持ちが強ければ、まあ、出ていかないよね、残る可能性の方が高い、とカープの菊池選手です。どうだろう、監督が変わって新井になったからね、これは内野手出身の監督だから菊池をどういうふうに扱っていくか、まあそこだと思うけどね、ちょっと休みがちなところもあったし、菊池はね守備もそうだけど何考えてるかわからないようなところがあるからまあせっかくの権利だから、いや僕出ますよって言うかもわからないし、こう一匹狼的なところがあるんだよね彼は。じゃあカープに残らない可能性も、まあ、あると、やっぱり評価が高いところに行きたいとかね、で守備の名手なので他チームもやっぱり、ね、声かけたいってありますもんね。続いて楽天の松井裕樹投手、これは人気になると思うよ。さあどうしましょうね、そうなってくると楽天に残るのか出るのか難しいけど、出るような気がするけどな。出る可能性あり。だから楽天にいるとさ、松井の働きっていうのは評価されててもなんかこう日の目を浴びないというかさ、だから栗林が、まあ、ルーキーだったけどあれだけの活躍をした、大勢があれだけの抑えで評価された山崎康晃、残ってものすごいなんかおー。矢先残った松井っていうとさ、なんか俺の印象では実力はものすごくあるんだけど、名前が光ってこないんだよね。実力はあるけれどもとこなんですね。そう、選手としての評価がもっと高いところに、評価されるところチームに俺は行きたいんじゃないかなっていうような気がするんだよね。となってくると俺はジャイアンツの可能性あるなと思ってんだよ。ジャイアンツで行って大勢と勝負してもいいし、そのセットアッパーでもいいし、そしたらやっぱこう脚光浴びるよね。まあもちろんまあジャイアンツっていうそうですね。そうだからまあ阪神でもいいしさ、でも松井の西日本っていうのはあんまりなんかこっちの人間っていう感じがするんで、東の人間っていう感じが強いんだよね。まあ東高だしね。高校がね。ってなるとやっぱジャイアンツだったりっていうところなんですかね。まあそうだね。なんかジャイアンツだったり、まあヤクルトだったり、まあ DeNA はいらないか。左も多いしね。だからまあそんなとこかなっていうふうに思うけど。でも今年は昨年より金が動くぞ。本当ですか？俺は動くと思う。だから全体的に FA だとかそういうことで。全球団トータルでお金をいくらぐらい使ったのかっていう、まあ、例えば100あるとするじゃん、100億使いました12球団で、今年は200億ぐらいいくかもわかんない、可能性とすればね。そうか、昨年ソフトバンクが、まあ、大体総額60億ぐらい使ってるっていうのも他球団は大体目安として見たので、ソフトバンクに負けないためにはこれぐらい出さなきゃダメなのかなとか。そうだ、大変なことになるよ。貯蓄しないと貯蓄なんかできないよお前どうすんですかこの物価高とか。もうとにかくコロナに気をつけるしかない。それでまたお客さん入れないってなってくると大変になってくるから。確かにそうですよね。本当に去年がすごく FA で動いた年で、それまであんまり出るっていうのが活発ではなかったですね。まあでも出た人間が主軸が出たからね、主力が、例えば森であったり近藤であったりっていうのが出たから。でも動いてる人間っていうのは少数だよね。まあそうですね。でも今年はなんか動きそうな気がするわ。こういうのって前年度の例えばこれだけもらえるんだとか選手たち見ると、今年 FA する選手たちってやっぱそこをちょっと意識したりはするんですかね。まあそりゃするだろうな。今度に何十億、俺も行ったねみたいななりますよね。いやなる俺も若返りの注射打とうかなと思うもう一回やりたいぐらいだよ本当に。そうですね。まあ昨年もそうだったけど、今年はより目が離せない。そうですね。シーズン中もおそらくね、こういう話題って記事にぎわすと思うので、ちょっと小耳に挟んだら全部言うとぜひこの YouTube でお願いしますそしたら選手が言わなくなるんだよね。難しいですよ。皆さん YouTube で言っちゃうから言わないから、そういう時は。そういう時は言わないから、それでさせてください。